いつも動画を見ていただきありがとうございます。さあ今日も行ってみよう。私の動画では選手を呼び捨てにしたりヤジを飛ばします。選手は神様だみたいな方はストレスの原因となるので見ないことをお勧めします。お金をかけてギャンブルをしている一人として動画を作っています。命をかけてレースをするレーサーとして敬意の気持ちは持っていますのでご理解ください。スタートまで3秒を切りました。最終12レース準決勝戦 Aスタートしました。4番田中悟遅れました。20戦は6番の鈴木誠司スタートを決めていきます。4番手です。10戦勢枠なり2番の隅、3番の鈴木誠一、その後ろが6番の鈴木誠司です。5番米里5番手、7番金ヶ谷6番手、4番田中悟最後方です。まずは序盤戦、1年ぶりの優勝戦進出を目指して1番の山追いかける2番の隅翔太郎、この両者が3番手以下を離していきます。3番手6番鈴木誠司上がって、3番鈴木誠一のインコースから7番金ヶ谷4番手に浮上しました。5番の米里は外を回しますが5番手、残りは4周回です。1番の今田に追いついた2番の隅ですが、さあどう仕掛けるか、やや滑ったか、少し離れました。3番手6番鈴木誠司がチャンスを狙います。その後ろで7番金ヶ谷4番手です。レースは後半残り3周回です。1番今田レースを引っ張ります。2番の隅のインコース、6番鈴木誠司が動いています。を突破、2番手に上がっています。金ヶ谷続いていけるか、現在4番手からここで3番手に浮上しています。今田が先頭、鈴木誠司2番手、金ヶ谷翔平3番手。レースは終盤残り2周です。1番今田慎介いいペースでレースを引っ張っています。鈴木誠司を追って7番金ヶ谷3番手、この3人での優勝争いとなりそうだ。4番手は少し離れています。今田先頭、鈴木誠司2番手、金ヶ谷翔平は3番手、残りは1周です。青旗振られてファイナルラップ、鈴木誠司が仕掛ける。鈴木誠司が1番今田を突破しました。金ヶ谷も続けるか、今田は並んでいるが、ここはエース体勢不利。先頭6番鈴木誠司上がって、金ヶ谷翔平2番手、今田3番手です。最終コーナー、鈴木誠司に対して金ヶ谷がアタックする。最後の直線です。6番鈴木誠司、金ヶ谷届かず、鈴木誠司よくできました。やった、いただきだ。よくできました。ここはね、藤岡選手の頭が抑え、マヤ選手の頭が本線、3番6番ですね。そして6番の佐藤マヤ、トップスタートは行かず、現在4番手になりました。うまく2番の新井啓太が2番手をキープ。いや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 、藤岡トップスタート、2番手が2番の新井啓太、この中では唯一の S 級レーサーの2番の新井啓太が先頭。新井啓太選手がもうあんなとこにいますね。追う展開となって現在4番手、その後に5番の松崎が離れた4番、5番、これは辛い。新井啓太仕掛ける、3番の藤岡を突破しました。2番の3人そのままだったら当たりだったんですけど、もうちょっと無理ですね。仕掛けました、2番の新井啓太、新井が先頭浮上、3番藤岡、2、3、4でしょうね。4番の笠木、その後少々離れたところ、逆転があるとするなら4と3の逆転かな。あともう後ろもちょっともう無理ですね。この中では唯一の S 級となっている2番の新井啓太が序盤戦で藤岡を突破して、いやー、まさかスタートで新井啓太選手があの位置とは思いませんでした。残りは2周回終盤戦、この辺りで佐藤前も4番の笠木の後ろから3番手を伺うところ、なんかそのままっぽいですね。2、3、4かな。5番の松崎雄介と体勢に変化がないまま周回数を重ねております。2番の新井啓太は2番手以降を少し、ちょっとねブルーフラッグを迎えました。マヤ選手がね、新井啓太先頭、2番手は3番の口調気味ですよね最近ね。
6番の佐藤麻也人気の中心でしたが、そのままですね。いやー、啓太選手がちょっと甘く見たな。ここはね、5番車7番車狙いました。黒川選手ね、売れてないんですよね。いったな、トップスタート。その持ち味を遺憾なく発揮した2人が先頭2番手を形成しています。黒川と鈴木が行ったその後に人気の、いや怖いな。57はあるんですけどね、7から75は買ってないんですよね。大丈夫かな。鈴木のインコースを狙っているがまだいけない。外から木村武史が襲いかかってくるね。荒尾選手と木村選手がガチガチで売れてる感じだったんで、もうこれ完全に頭違いなんでね、マーシーは確定ですね。これは前の2人にとってはいい展開となっているのか。5番黒川、7番の鈴木、スタートの2人が先頭を固めている。荒尾が木村、中村を、いや先頭やばいな。外から来る3番の木村を抑え込む。でもまあその感激を狙って抜かれないな。お、中村雅人選手が来ましたよ。いいぞ。578より587のがつくな。追いの主導権を掴んで前の2人に迫ってくる。荒尾も逆襲なるかどうかの4番手になっています。あー、でもなんかこれ抜かれるとなんか8の頭とかになりそうだから抜かなくてもいいぞ。残りは1周回、黒川が押し切るか。2番手も7番の鈴木粘っている。スタートを決めた2人が、珍しいな、久しぶりに黒川選手を買って当たりましたね。木村が競っている。木村が4番手に最後入ってこい。5番の黒川京介、2番手、あー際どい、黒川ゴール。どっちだ。いただきだ。おめでとうございます。グッドボタンを押してくださると素直に喜びます。チャンネル登録は、ああこいつとは合わなそうと思ったらしないで結構です。気の合う方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。